フランツ・トストは F1 の波乱万丈な時期を経験してきた。アルファ・タウリ、以前のトロロッソのチーム代表として18年間務め、セバスチャン・ベッテルによるチーム初勝利から2010年の8ポイント差での最下位まで、さまざまな瞬間を共有してきた。しかし、2023年のアブダビでの最終レースで、角田裕樹のレース戦略において、常識を欠いたエンジニアたちを見て、トストはチームに対して貴重な戦略の教訓を残した。 アブダビのシーズン最終戦では、アルファタウリは、ウィリアムズと7位を争っていた。角田祐樹は、予選6位で好成績を収め、最終日に期待が高まった。ウィリアムズは、ポイントを獲得せず、7位を確保するためには、7点以上の得点が必要だった。しかし、角田祐樹は、いいスタートを切りながらも、ワンストップ戦略の失敗により、最終的に4ポイントしか得られなかった。トストは、ピットオールで不満を表明し、 戦略に欠陥があると指摘した彼は、チームが過去のアブダビレースでの経験から学ぶべきだと語り、コンピューターが重要であるが、常識が欠かせないとの立場を強調した。アルファタウリで3年間活躍した角田勇希は、将来の目標について楽観的に語る。彼は、最初は競争力のないマシンでスタートしたが、一貫してポイントを獲得し、マシンの改善に伴い、ドライバーズランキングでも上位に進出した。 来シーズンに向けては、より良いマシンで競争するチャンスが増えるとし、トップ10内で戦う意欲を示している。コメント、アルファタウリの元チーム代表、フランツ・トストが、2023年のアブダビでの最終レースで、角田裕樹のレース戦略において、常識を変えたエンジニアたちを見て、トストは、チームに対して、貴重な戦略の教訓を残したという記事。アルファタウリは、レース運営に関して、時々とんでもないことをやるという感じがします。確かに、 普通にやっても勝てないというのもあるでしょうが、このままいけば勝てそうな時にとんでもないことを行い、勝ちを棒に振るような。最終戦も、ツーストップ戦略が上動なのに、ワンストップ戦略を角田裕樹選手に課しました。負けにいってるような気さえしました。最終戦、ポイントを取って、7位出ッしとトストさんへの鼻向けで頑張っている角田選手に対して、トストさんも我慢ができなかったように見えました。